保育士資格取得を目指すものするのは17日に更新したツイッターで自分が培ってきた全てが点になるよう約線でつながり使命感に大変身と切り出し44歳4月から通信制短大生になる予定ですと報告した夢に向かって卒業まで頑張りますと約束し本当の戦いはこれからだぜ と4月からの2年間にお、るのは1保育士資格の取得を目指すとツイッターで公言したものの、保育士試験の受験資格が自身の学歴ではないことが判明。5時の育児にも積極的に参加してきただけに、今後の人生で保育に関わりたいという希望があったと言い,い、それが叶わないことにショックを滲ませていた。もちろん専門的な知識が必要であることは重々、承知。 だが、高卒資格以外も、納得のいかない部分もあったことから、個人的には緩和の余地はあるかと、とも訴えた。だが、すぐに受験資格が変更されるわけではないことから、早速実行に移したようだ。通信短大で保育に関する学部であれば、卒業と同時に保育士資格を取得できる。保育と関係のない学部でも保育士試験の受験資格を得ることに